はい、CSO2 クラシックミッションでマップがインフェルノ。まあね、たまにはクラシックミッションでもやってみるかってことでね、プレイしてます。敵が襲ってきます。目標地点を防御してください。おお、なんかこんな感じになってんだ、今。で、まあ、クラシックミッションは CSO2 では初めてかな。なんか、カウンターストライクとか、コンディションゼロとかでは何回かやってたんだけど。まあ、マップが同じなんでね、なんとなくどっから敵が来るっていうのは分かってます。この上とかね、来るんだよね。で、最初はつか、これあれか。3対2ってもうあれか。途中か。あ、足音聞こえるんで、ちょっと下がっときますか。ちょっと一回降りとこう。あー、いるいるいる。一人じゃない。あ、一人、走ってった。俺ちょっと後ろついた方がいいかな？さあ、もう一人降りていくか。爆弾が設置されました。よし、あれ、あいつやっとこう。よし、倒した。残り3人。俺だけ？爆弾未だ。けど、まだいる。3人か。まあ、左に一人。あ、ダメだ。来たな。これはちょっときついな。いたいたいた。ほら、一人やってく。もう一人。あ、いた。くそ、頭一個か。あ、やべ、いるいるいる。これはちょっと間に合わないかな。もう一人行くんじゃないの？近くにいたんだな、敵。やられてる。で、お金が3100あるんで、まあ、私のメイン武器、MP7 を買って、あと防具をつけていこうかな。そうね、これ毎回フル装備で出撃できるわけじゃないから、ある程度勝たないとね、装備買えないんだよね。で、ロングを味方が見てくれてるんで、まあ、カバーできるようにしておきたい。お、味方ナイスですね。あ、いた。お、マジか。今だ。よし。3、2か。お？これもう進んでいいな。ああ、なるほどね。出て。この辺にいないか。テロリスト一人。とは言ってもな、あんまマップ構造を覚えてるわけじゃないから、ちょっとね、わかんない。どこ行ったらいいの？こっちかな。こっち行って左向いたところに、いないいない。どこ行った？ B？ もしかして。いや、スナイパーライフルはいらないんだな。あ、B だな。いや、右から回ろう。よっしゃ、俺は裏から行くぜ。21秒。ちょっとやばいな。もう突っ込んだ方がいいかな。解除頼む。どこだ？いた！上だ！よし、倒した。倒した、倒した。よーし。ナイス。さらにお金が貯まるんで、フラッシュとか買うか？スモーク買うか？スモーク買って、こんなもんかな。あとはヘルメット買って、スモーク。スモークも買ったか。なんかボイスに違和感があるんだが。すげえ最近の売れっ子声優さんじゃないの。あ、こっちやられた？やられたね。入ってくるよ、きっと。入ってきたところ、いない！ちょっとやべ。フラッシュバン！フラッシュバン！いや、ちょっとこれあれだな。B じゃないか。あっち A か。裏入ってきてる気がするけど。あ、まあなんか、中央1。A 側にいるんじゃないの、やっぱり。ちょっと A を見ておこうかな。こっからはスニーキングミッションで。音を立てずに絵を確認しに行くが、敵がいない。どこにいんだろうね。こっち二人か。まあ、見る場所ってここしかないんだけど。B か。A に来る気配がないけど。あ、ちょっと待って、赤点今1個あったぞ。赤点1個。つうか、時間がない。あれ、やられた。B だな、これ完全に。くそ。どっちから行こう。いや、表から行こう。3人か。3人はきついな。これ、ちょっと時間的にきついかな。お、右にいる。奥にいる。ダメだ。きつい。まもなく陣営が変わります。なんかこれ、武器を購入できない。あー、休憩これ。確かテロリスト側の初期武器ってブロックだよね。今持ってるやつか。確かバーストモードがあるから。なんも買わない方がいいのかな。買わなくていいか。鎧買っとくか。で、確かこれ、バーストモードにできるんです。こっちからラッシュをかけに行く感じで行きましょうか。味方についていく。いたね。おら、とどめだけ持っていく。え、設置してる間にちょっとカバーすか、ここね。ここにいるか。CT 残り3。いるはず。音が聞こえる。来たか、来た。あ、見えた、見えた。今見えた。入ってくるか？入ってこない。ちょっと待って。あれ、登れない。お、登った。こっちでしょ？左曲がったとこにいるのは知ってる。ほら！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 リロードして。奥のやつ。ほら！取っていける。ヘッドショット。で、爆弾が爆発するんで退避するが、これは間に合わない。で、勝ったんで、武器を買いましたか。爆弾を拾った。いい考えだ。何しようかな。まあ、MP7 でいいか。で、ケープラーヘルメット買っていく。あー、左かな？こっちかな？危ねえ！スナイパー。よし、ここ。いやーどうしよう、上にもいるんだよな、ちょっと様子を、まあ、カバー入った方がいいかな。そっち裏か、一人やった、もう一人いる。やるしかないかな、これ。味方は？味方2人。いた！あー、マジか。ショットガン。やられましたね。なんかCSO2 武器なんだけど、なんか新しい武器が結構多いよね。AK と M4 じゃなくて、最強武器がなんか、その次の武器、ああ、やるがあるみたいなんだよね。まだなんか、ポイントかなり使わないと買えないから、使えないんだけどさ。2850か。ああ、どうしよう。アサルトライフ買うか、今回は。で、昔は、これ一択だった CV47。これを使って、まあ、反動が強いんだけどね、単発打ちして頭に当てるといけばね、ほぼ一発だ。かなり頼れる装備です。上にいる。はい、いるね。ちょっとダメージ食らっちゃったな。待てよ、そっち撃たれたか。いるな。いたいたいた。よし。お、右もやったかな。一応ここを見ておく。さすがにいないか ?2 対2。味方が向かってるから大丈夫そうだな。ちょっとじゃあ、お、戦ってる。やべ、やられちゃったよ。ショットガンだよね、あれ。C4 が見える。よし、確保したんで、どうしようかな。A 行こうかな。なんか B 側に敵がいたのが分かったんで、A に向かっていく。さすがにこの時間帯でロング見てる人はいないとは思うから、慎重に進んでいく。足音聞こえないんだよね。どこにいるんだろう。あ、いるいる、いるいる。めっちゃいる。めっちゃじゃないか。もう一人。もう一人いるよ。今ので音を切ってる。あ？勝った。なんでだ時間か。で、ロングを見て、ああ、やられた。くそ、AWP かな、これ。そうだった。ここ大体見てんだよ。CSO 自体はほとんどなんか2、3回しかやってないんだけど、今回もだとね、スキンとか結構充実してるね。馬の被り物とか被ってたり、まあ、変な色のついた武器持ってたりとか。でもああいうのってやっぱ需要あんのかね。自分はもう、まあ、スキンとか、なんか色武器とかあんま興味ないんだけども、結構なんか、無料 FPS にはそういうのが多い気がするな。まあお金取れるのはそういうところしかないのかもね。このゲーム性上。設置して、3対2。2対3か。なんで今すぐ打たなかったんだ。背中取ってから打とうとしたのかな。これはまずいぞ。ああ、一緒だ、外した。これはちょっとハンドガンに持ち替えた方が。すごいね。これでも一人倒したんだ。で、解除されると。あれ解除できないんだっけこの時間帯。解除多いのじゃなかった。違うか。で、ちょっとね、デザートイグルを使ってみたいんで。今回はこれで。あ、うん、もう買えないよね。1850円じゃ何も買えない。ここで一人やられてんの。おーっと、どっち？マジか。おー、うっそ。うまいっすね。あ、とは言っても、相手一人かも。これはいけるかな。外した。さあどうする？ああ、いいね。5100円もあるよ。ちょっと武器を買おう。いや、いい。MP7 でいいや。MP7 とヘルメットと、あとはスナック。ちょっとね、左攻めたいんで、スモークをぶち込んでおきましょうか。スモークぶち込んで、突っ込め。で、入れるか、ここ。一人いるね。いいよ、突っ込め。うわ、よーし、ヘッドショット。ジャンピングヘッドショットって今出た。まあ、あと一人か。分かった。買うものはスモークか？スモークもう一個買って。これでいい。どうしよう。さっきと同じ効果。ロング、A ロングに、スモークを。投げてくれたからいいか。ここかな？投げるなら、ここに投げて。お、なんだなんだ？そこか。いる。入って左。おー、自分で自分のフラッシュ食らう。アホか、俺は。フラッシュのね、使い方慣れてないんだよ。あんま使わないんだよ、フラッシュ。おっと？見えた。ちょっと MP7 じゃきついな。この辺によっか。で、設置する。これで後かな。相手一人でしょ、もう。突っ込むか。もう死んでもいいや。突っ込もう。で、こっちいない？こっちかな？おるわ！よーし、倒した。はあ、なんとか勝ったね。結構なんかグダグダになっちゃったけど。クラシックミッションやってみました。ルールはね、相変わらず面白いと思います。が、いかんせんだれるな。はい、ということでね、今日は以上です。